皆さんこんにちは、キャストアイス TV の小林です。皆さんようこそ、メディフォーの小泉です。はい、今回はですね、小泉先生にお越しいただきまして、はい、よろしくお願いいたします、まあ、今回は小泉先生のちょっと経歴をですね、まあ、前回も去年の動画で伺ったんですけれども、はい、さらに深掘りさせていただこうということで、まあ、やっぱりですね、もう皆さん泣く子も黙る離散からさらに、鬼の目にも涙の罰金税ということですねで、まあ、現在ね、ご自身でメディフォーという、まあ、会社をやられているということで、はい、まあ、もう驚きのキャリアプランじゃないかと、まあ、キャリアプランだったのか、まあ、まあ、わかんないですけど、キャリアであるということでですね、まあ、その辺をちょっと深掘りしていきたいと思うんですけども、はい、小泉先生のチャンネルにつきましては、概要欄に URL を記載しておきますので、はい、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まず最初に、理科三類から、そもそもマッキンゼに行った理由を伺いたいんですが、はい、やっぱり入学をするときは、まあ、理三っていう、まあ、日本最高峰のことっていうのもあったと思うんですけど、やっぱりこう、医師に対する興味も、そうですね、かなり強かったってことですよね。はい、もちろん、理三に入ったときには、自分医者になるのかなっていうふうに思ってたんですけど、ただ学年進めていくと、はい、ちょうどね5年生ぐらいで、この一般の人たちって大学4年生大学だと3年目で就活じゃないですか、はい、で我々も6年生の大学で5年目に医者以外の道に行く人っていうのは就活を始めるんですよね。そういう方も周りにはいましたか？そうなんですよ。だから東大学部っていうのはちょっと特殊だったっていうふうなことがあるのかもしれないんですけど、なんかこう、サークルのつながりとか、バイトのつながりとかで、はい、先輩の学年で、何人か5年生で、就活するらしいぜっていうふうな、噂をだんだん聞くようになって。で、僕自身ですね、理三に入ったのはもちろんお医者さんにも興味はあったんですけど、やっぱり自分を試してみたいっていうので入ってみたってこともあって、で、実際理三に入って医学部、東大学部行ったら、すごい人たちが周りにいて、やっぱり最高峰ってすごいんだなっていうところで、もっとじゃあ就活で当時マッキンゼが一番すげえって言われてたんで、そういう世界を見れたら素晴らしいんじゃないかなっていうふうに、思って、じゃあ自分もやってみようって思ったのが4年生とか5年生でした。まあ、企業の中でもいろいろあると思うんですが、その先輩方もやっぱコンサルとかそういうところ行かれてたんですか？大体当時はゴールドマンサックスかマッキンゼーっていう2択でしたね。もう、まあ、最高峰の最高峰の2択みたいなところですけど。まあ、でもミハーなんですよね。もうネームバリューでよくわからなくて、ゴールドマンサックスよくわからない。ゴールド金って入ってるすごいらしいみたいな。わかんない。カタカナ並べておけばとりあえずすごいみたいな、はいはい、我々もう医学部生わかんないんで。いや、そんなことないと思うんですけど、はい、まあでもすごいなっていうところ。でも、先生の場合、やっぱりコンサルティングを選んだことに何か理由はあったんですか？コンサルタントってやっぱり初めて、もうもしこれご覧の方はもうコンサルタントとかコンサルティング会社って聞いたことあると思うんですけど、じゃあ何する仕事なのかっていうと、イメージはあんまり湧いてない。意外と湧かないんですよね、うん、証券、ゴールドマンサックス証券会社とかって聞くと、あ、なんかお金を扱うのかなとか、株とかやるのかなって分かるんですけど、確かに悪いことしてるのかなみたいなイメージはしてないですよまあ難しい、この辺議論難しいんですけど、まあまあまあ、それ置いといて、はい、コンサルティングはなかなか、そう、で、ちょっと調べていくと、なんかもう問題解決をするらしいみたいな、はい、そうです。で、必ずこう、アタッシュケースを持っていくらしいみたいな今はないかもしれないけど、確かに昔は本当にそう、プロフェッショナルの集団らしいと思って、はいはい、かっこいいと思ってなるほど、はい、もうそういう憧れですよね。なるほど。それで選んだっていうのが、理由です。実際選考のプロセスはどうでしたか？なんか普通の他の就活生と一緒だったのか、なんかさすがにちょっと、まあ、理算というか医学部枠というか、なんか、それがあったんじゃないかっていうふうな説もあるんですけど、はいはい、一応配慮してくださったのか、見かけ上は完全に他の方々と同じ採用プロセスで、そうなんです。最初8000人ぐらいが受けたらしくて、書類選考から入って、あとすっごいでかい、もう何百人もいるような会場で、はい、マーク試験、はいはい、全部英語のケース問題が、70問から100問ぐらい確かあって、はいはい、それを制限時間で解くみたいな筆記試験から入って、でそれが終わった後に英語の試験ですね、うんうん、面接。だからもう面接の時にはおそらくもう100人とか相当絞られていたんでしょうけど、はい、でその英語の面接があった後に、だんだん若手からパートナークラスまで、うん、面接が、はい、で7回ぐらいしましたね。そうですね、結構マッキンゼは多いと思いますね。まあ、あくまで昔のプロセスなんで今そうだというわけではないので、はい、そこに注意してほしいんですけども、実際こう他の同期とかって何人ぐらいいました？
一緒に当時は、8人でした、はい、ってことは、まあ、さっきの8000だとしても1000分の1ぐらいの。そうだからまあでも他のやつらもみんなすごいやつらだったんで多分医学部があったのかなって僕は思ってるんですけどね。同じこう学年というかタイミングで受けてた他の医学部の人とかっていうのはいなかったですね。いなかったんですか、はい、あじゃあまあちょっと特殊な枠だったのかもまあ分からないですけど、そこはまあでもね選考通ったとかすごいことだと思うんですが、まあ、実際マッキンゼで働いて、まあ、あの別に5年も10年も働いたわけじゃないわけですけども、はい、まあ、でもなんかこう学べたこととかもあると思っていて、まあ、今から振り返ってでも構わないので、なんかどんなことが良かったなとかちょっとこれは嫌だったなとかあればぜひ教えてください。良かったのは本当に数ヶ月単位でいろんな業種を見ることができるので、一つの会社に入ったら部署も転換があるかもしれませんけど基本的には一つのゴールに向かって、役割分担するというような感じなんですけど、コンサルティング会社に入ると全く違う業種ないしは場所なんかも地方の出張なんて言ったらもうずっとホテル泊まり込み で、ね、もう現地の工場に出向するみたいなことなんかもあるので、はい、もう数ヶ月単位でいろんな業種を体験できるっていうのがもうコンサルティングしかない特徴かなっていうふうに思います。確かに。じゃあ実際このマッキンゼー後のキャリアについて伺いたいんですけれども、はい、まず、まあ、マッキンゼーを、まあ、知って仕事をしてその後どうされたんですか。その後ですね、医者に戻ろうかなって心が揺らいだんですけど、はい、大学時代にそれこそ以前撮った動画でも話したんですけど、はい、鉄六会でずっとアルバイトをしていて、ね、でものすごく楽しくて、おやっぱ教育っていいなって思って、なるほどなるほど。で6年生卒業する直前に医師国家試験を受けて、はい、医学ってむっちゃ面白いなって思ったんですよ。あそこもやっぱり興味やっぱり離れなくて。そうなんですよ。だから5年生の時に就活してそのコンサル行くって決まってたんですけど、いざ直前に国家試験の過去問とか解きまくるとうわ面白いと思って。なるほど。で優秀な人はやっぱいろんなところに興味がいっちゃうんですよ、ね、やっぱりね。だからそれを合わせたら国家試験の教育できたら、うん、すごい楽しいんじゃないかなっていうふうに思って。なるほどなるほど。医学×教育ってことですね。はい。で当時、有名予備校がいくつかあってその中の一つに、応募して、その研修行く前に、そこでもう教えてました。なるほどですね。じゃあ、はい、自分が通った試験を結構その後すぐやるって、はいはいはい、だから結構大変だったんですか。そうですね。なんでやっぱりもうご存知かと思うんですけど、はい、自分が解けると教えられるって全然違うじゃないですか。そうですね。はい、本当に当時は徹夜して、朝4時ぐらいまで徹夜して2時間仮眠取って授業に行くみたいなことを繰り返して、マッキンゼーきついですね。かもしれませんね。なるほどです。でその後、はいはい、でただそれを教えてみて、やっぱ研修しないと主義とか、うんうん、なんか自信持って教えられないなっていうふうに実感したんですね。なるほど。そうなので初期研修にそこから戻って2年間研修してから3年目に本格的に、またその教えさせてもらって予備校に戻って、うん、メインの講座を担当したっていう感じでした。で、まあ、その後、まあ、ご自身で起業されてというタイミングだと思うんですが、はい、まあ、じゃあ起業をしようと考えたタイミングとか、うんうんうん、きっかけみたいなものってあったんですか。今教育うちのメルフォーっていう会社が、はい、あのデジタル教育っていうのをすごく推奨してるんですよ、うん、そうですよね。それこそ iPad のアプリの動画とかも出されてますもんね。はい、はい、で古典的にはやっぱり先生が生の講義で黒板で書いたものをテキストに写していくみたいな感じ、紙でやるっていうふうなものだったんですけど、当時からちょっとそういうのってだんだん時代遅れになっていくんじゃないかなっていうふうなのがあって、デジタルで、全てオンライン講義で、iPad で全て板書をするだとか、はい、そして iPad で板書したものを今度は iPhone に入れて持ち歩くとか、そういうふうな構想があって、でただそういうのってやっぱり自分が代表である組織じゃないとガンガンに推進していくってことができなくて、まあ、で全然もうお世話になった会社なんで悪口言うわけでもないんですけど、はい、そのもともと僕が働いていた、医師国家試験予備校はまだやっぱ紙なんですよね。そうなので多分そこでずっといてもなかなか今の夢というか、うんうん、それは実現できなかったのかなと思っていて、そしたらスピード感のある、この業界でちょっと変わった展開したいなっていうふうなのが企業の機会ですかね。なるほどですね。まあ、でもそこからはだいぶ、まあね、講義もたくさん出さないといけないですし、はい、まあ、相当いろいろ苦労されたこと多いと思うんですけど、やっぱり、まあ、特に何がなんか大変なことあれば、まあ、一個だけでも教えていただければ。そう
まあ、僕自身も起業してるんで、はい、そんなもう1個や2個で語り尽くせんよっていうのは多分共感していただけると思うんですけど、はい、小林さんには自由じゃないですか、ぶっちゃけ。はい、そうですね。いや、おっしゃる通り、はい、何時にどこどこに来てとかっていうのがないので、ないですね、むしろ誰かお願いしてるスタッフに何時にどこに来てって我々言う立場じゃないですか。はい、だから逆に言うと自分をサボっちゃう。あー、なるほどですね。なんだかんだすごく僕もワーカーホリック、仕事中毒タイプなんで、なんか仕事してないとちょっと後ろめたいというか罪悪感感じるタイプなんですよ。だやっていたいけどでも気が乗らないなっていう時とかに、すごくなんかこうグーってしちゃうっていう瞬間がありますけど。なるほどですね。まあでも逆かもしれないです。僕はあんまりサボってても気にならないですそれでもうずっと YouTube を見てて、それが高じて今こうなっているっていうのがありますね。まあ、いろいろあると思うんですが、今後ですね、はい、まあ、メデューフォーさんよりこう拡大とかいろいろやりたいこともあると思うんですけど、穂積先生の、まあ、ライフプランみたいなものとして、まあ、どんなところを目指したいとか、まあ、もしくはピンポイントでもこんなことやってみたいとか、はい、もしあればぜひ教えてください。そうですね、今あのメデューフォーっていうあの医師国家試験対策のものをやってるんですけど、もっと医療全体に広げていって、やりたいなっていうのはもちろんあるんですけど、それより今僕が興味あるのはその媒体、教育の媒体で、そこさっきお話しした、黒板と紙っていうところから今もうデジタルでオンラインで完結するっていう風な時代にだんだん差し掛かりつつあって、でそこからおそらく今度は 3D だとかホログラム的なものがだんだん教育に使われる時代っていうのは来ると思うんですよね。でさらにその行く先の多分僕らが生きてもう死んでる時代かもしれませんけど、体にメモリーカードを埋め込むとか、はいはいはい、国によってはもうなんか認証 ID みたいな埋め込む国があるとかって話を聞いたんですけどね、チップを埋め込んでるみたいな、もう映画の世界みたいですけど、はいはいはい、でもそれがあったらもう全て教育って規制概念を覆ると思いませんか。いや、すっごい変わると思うんですよ、ね、暗記っていう概念がなくなりますよ。もうメモリーカードで、そうです、ね、こんなんで今ね何ギガもあるわけだから、それに全部入っちゃうわけなんで、そうそう、大学院の数学校に全部入れるわけですよ。そう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 冗談じゃないですよね。はい、だからそんな感じで教育の形が変わっていく、常にその最先端の立場にいたいなっていうふうに思ってるのが今の夢ですかね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんなわけでですね、今回は穂積先生の驚きのキャリアについてですねお話を伺いました。まあ、これからもいろんな動画出していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。穂積先生のチャンネルも概要欄にありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。